本オーディオブックは、劇作家、ウィリアム・シェイクスピアによる戯曲、マクベスをもとに、内容を抜粋しながら凝縮し、ダイジェスト版として翻訳、再編集したものです。50分でわかる。マクベス。シェイクスピアシリーズ。ウィリアム・シェイクスピア原作、チャールズ・ラム著、大久保優監修、阿久根由佳役。1。いつ頃今度はまた出会おう。雷、稲妻、雨の中、どさくさごっこが片付いて、戦の勝負がついたとき、日の入り前になるだろう。出会いの場所は茂みの野。そこで会おう。マクベスに。綺麗は汚い。汚い。汚いは綺麗。綺麗。雲切り分けて飛んでいこう。時はニューア王ダンカンの世。かの地スコットランドに一角のもののふにして領主あり、その名をマクベス。このマクベス、王に近き身内にして、あまたの戦武勇や手柄により宮廷では一目置かれる身。こたびもノルウェー軍を味方につけた多勢の反乱軍を打ち破りしところ、軍を率いるスコットランドの将軍二人、マクベス並びにバンコー、この激戦に打ち勝ち、誇らかに家路へ着き、行く手に広がるは枯れ野原。そこへふと現れいでた三つの怪しき影。目にして馬を止める。女のようだが女でなし。あごひげ生やし、しなびた肌。むさ苦しい装い見る限り、およそこの世のものと思えぬ。探せば荒れ野の上の洞穴に集いし魔女ども、王の来たること見通して早くも恐ろしき妖術をあつらえんと精を出していた。この妖術をして地獄の悪霊を呼び出し、王の先行きを語らせむ。さて、取り出したるは見るもおぞましき獲物の数々。ガマにコウモリにヘビ、イモリの目玉に犬の舌、トカゲの足にヨルフクロウの翼、竜の鱗、オオカミの牙、底なしのウミザメの胃、魔女の干からびた屍、闇夜に掘り起こさねば効き目のなくなる毒人参の根、ヤギの胆のう、ユダヤ人の肝臓に墓に根付く一位の小枝、仕上げに死んだ子供の指。
これらもろとも大鍋とも釜ともつかぬものに入れて火にかけ、熱くなりすぎぬところで火火の地で冷やす。この釜の中身に斧が子を喰らったメス豚の血を注ぎ、人殺しの首吊り台から染み出た油を投げ入れる。こうして出来上がった妖術で地獄の悪霊より問いの答えを引き出さん。迫られたるマクベス。お前の問いに答うは我らか、それとも我らが主、すなわち悪霊か。王は見るもむごたらしき儀式を前にいささかもひるまず、豪胆にもこう答える。いずこそそやつらを出せ。これを受け三つの霊が呼び寄せられる。